ただただ緊張してますけども実際にこう、はい、あの生徒の前で授業されることはあるんですか？いや、ほぼほぼないですね。どうも、あいちです。今回神奈川県の湘南学園という高校で授業をさせてもらいました。しかもただの授業ではなくて、普段自分が投稿している勉強動画、授業動画を使った授業をさせてもらったんですね。なんでこんなことをやってるのかっていうと、自分は YouTube の授業動画っていうものが学校教育の中でなんとかミックスすることができるんじゃないかなっていうのを非常に思っていて、そういった形が実現できないかなって日々思っております。まあ、まだまだそこには大きな壁がたくさんあるんですけど、今回縁があって湘南学園の先生から声をかけていただいて、しかも自分だけじゃなくて現役の湘南学園の数学の先生の上田先生にも自分の動画を使って授業してもらうっていう、まあ、イベントというかね、一個の形ができることになりました。ただここまで話を聞いても、いや、なんか想像できねえなって思う方も多いと思うんですね。なので今回は実際の授業の様子とか、生徒さんにもインタビューを撮らせてもらったので、生徒さんのインタビューとか、まあ、いろんなシーンをね、あの編集したものを皆さんに見ていただいて、こういう形もありなのかなって考えるきっかけになっていただけたら幸いだと思ってます。最後になりますが、もし学校の先生や保護者の方の中でこのような授業の形に興味を持たれる方いらっしゃいましたら、こちらの連絡先まで連絡いただければ、相談の上で自分伺わせていただきますので、ぜひ連絡の方よろしくお願いします。それでは、まあ短い動画になりますが、こんなのもありなんだというのを見ていただけたら幸いです。それではよろしくお願いします。しまうから何をしなきゃいけない。ありがとうございます。一を引かなきゃいけないんです。だからさっきの流れでいくと、一を引くと行きたくなるんですけど、ちょっとここでストップです。動画で拝見していたので、分かりやすい授業っていうのはもちろん知っていたんですけども、なんかあってなんかオーラが強かったのと、普通にめちゃくちゃ分かりやすくて、なんか数学が苦手だったんですけど、まあ、復習っていう形だったんですけど、すごい改めてよく分かったなって。問題を解くっていうことはやめたらあれですけど、軸っていうのは必ず x イコールほにゃららで答えます。でそこで使う数字がここの符号を変えたもの、気をつけて、ここの符号を変える、つまりマイナス3だから符号を変えて3になります。カッコ x2 乗プラス 2x となります。今これこの部分だけでプラス、あ、マイナス2無視してるから、ちょここだけ着目して作業します。今日リアルホワイトボードを見てるわけですよね。そう、普通ですよ。普通ですよ。普段受けてる授業の上田先生が動画を使ってみたと思うんだけど、動画を使っての授業っていうのはどうだった？結構新鮮な感じがあったんですけど、とっても分かりやすくて良かったです。ただまあ授業っていうのは生徒対話できる場所でもある、動画で時間その分割くのは、まあ、その分デメリットも分かると思うんですけど、まあ、動画を使うとよりまあ分かりやすくなる部分も確かにあると思うので、ね、まあ、そこは一長一短。おう、なるほど。どうした、和田くん。あいつ言うな。どうでした？雑。雑。まあ自分がその教育現場のことを語るのはちょっと生意気になりますけど、でも動画が中に入っていける可能性はあるんだなっていうのは感じまし合ってて、今日自分問題演習の形で使わせてもらったので、多分そこが一番ハードルが低いというか入りやすいのかなと。でもしそれがもっとこう入っていける可能性があるんだったら、そこのコンテンツも増やしたいなと個人的には思ったんですけど、でもきっといろんな先生がもしこうやってくださることになれば、あ、こういう使い方もあるんだっていうのを、もしかしたら先生かもしれないし生徒から出てくるかもしれないんですけど、まあ、いろんな可能性があるのかなっていうのは感じました。でいろんな使い方をしてたりとか、見方もちょっと違ってたりとかすると思うんですけど、なるほど。そこになんかこう、まあ、我々はちょっと面白さを感じてたりするんですけど、
なんかこう彼ら彼女たちのその端末の使い方みたいなの見てて、はい、なんか感じたこととか思ったこととかってありますか？そうですね、なんか思ってた形というか、あこういう使い方もするんだとか、さっきあの皆さんの前でちょっと話しましたけど、まあ、1問ずつ区切ってやるのかとか、一気にやるのかとか、何も言わなくても次のとかどんどん進んでいく子もいるんだとか、まあ、そういうやっぱり使い方っていうのは、まあ、コンテンツが多くある分使い方も多岐にわたれるので、そう、まあ、もっと指示出せばよかったなとも思いましたけど、まあ、可能性はいっぱいあるのかなと思いますね。今日もう一人こうね上田先生授業したじゃないですか、はい、見られてどんな風に感じました？まあ、でも上田先生の授業自体が元々がもう素晴らしいので、特にもう違和感なくというか、こうマッチングしてるって言ったらすごい生意気になりますけど、あ実際の先生がこういう風に使っていただける絵が見えるというか、だからすごく自分は嬉しかったですね、それが見えたことが、はい、なんかこう一番いいことって何なのかなっていう、さっき少しあの、はい、あの話しましたけど、なんかこうただ単に時間だけ使う無駄なことはなるべくこう避けたいというか、うんうん、教科書に載っていることを何でもう一回ノートに書く必要があるのかなとか、うん、いうことを突き詰めていくと動画っていうのも一つ の効果のあることかなっていうのもあるので、まあ、動画に限らずだけど、なんていうかこうせっかく時間50分なり取ってるので、はい、あの意味があるっていう時間にしたいっていうのはやっぱりどの授業においても必要な部分かなと思うので、それは動画もやっぱりプラスになる一つのアイテムかなっていう気はしてますね。ということを今後ちょっと模索するっていうのはやっぱりありな選択肢の一つかなって、今動画使ってるわけではないので、はい、いうのは感じています。そうですね、はい、例えば動画が一応揃ってたとしても、じゃあ全部の授業で必要かってそうではないと思っていて、この動画があるからこの授業の時には動画入れてみようでいいと思うんですよね。それが別に年間2回3回でもいいと思っていて、それが先生にとってもそうですし生徒さんにとっても有益になるんであれば、1個の選択肢として持っていただけるのはすごくいいなと思います。